はい、ナルコレンの皆さんです。はい、大橋通さんありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではですね、神町よさこいナルコレン、演舞させていただきたいと思います。お客さん入ってください。はい、また時間あるので、よかったら少々お待ちくださいね。ちょっと上上がろう。はい、それではですね、広めでハロウィンにお越しの皆様、こんにちは。坂本龍馬生誕地神町からやってきました神町よさこいナルコレンと申します。今日はですね、広めでハロウィンということで、ちらほら、コスプレされたり、ちょっと飾りをね、された方が、ちょこちょこいらっしゃいますね。今年のテーマはですね、西遊記がテーマになっております。まあ、ある種コスプレみたいなもんで、ハロウィンのイベントには、ちょうどいいんじゃないかなというふうに思います。先日、今年、この西遊記させていただいて、私は長八戒役で、舞台の確保をしているんですけど、西田敏行さんがね、亡くなられて、非常に残念に思います。本当に、心よりご冥福を申し上げます。本当に僕が子供の時に、この西遊記を見て、いやこれはもうどなたが見聞いても知っているあのお話の内容ですのでね、やっぱりこの今のこの令和のこのよさこいの時にこの西遊記をこうぜひしてみたいなということから、ちょっと、スタッフにも内緒で、ことを進めてですね、こういうふうにできたわけなんですけど、本当にね、可愛らしい、もう踊り子全員が孫悟空という形で、させていただいております。子どもたちもね、楽しんで夏を、みんなで一つになって駆け抜けてまいりました。今年は地区共演場連合会奨励賞というね、賞をいただくことができました。今日はこの場でですね、またお披露目させていただけるということで非常にありがたく思います。ということで元気いっぱい踊らせていただきたいと思いますので、大きな声でよろしくお願いいたします。踊り子さん準備はいいですか？笑顔いっぱい踊りますか？じゃあ元気よく踊るぜ踊るぜ。目指しますは遥か彼方天竺大ライオン寺。さて広めでハロウィン、孫悟空たちを待ち受けますものは神町、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 
はですね、ハロウィンの日なんですが、皆さんコスプレしたことありますか？ないですかね。私ね、この10年ぐらい結構ね、このハロウィンイベントに全部参加させていただいて、個人的にはですね、ルパン三世やったりとかですね、昔アマちゃんなんかもありましたね。それから、ちびまる子ちゃんも一回やったことあります。これ来てここの広め市場入ったりとかして、楽しんだことがありました。踊り子のみんなコスプレするときコスプレ何のコスプレしてみたいですか？もしするとしたらでしょ？するとしたら、どんなコスプレしたいみたい？はい、他に何かしてみたい、ボールしてみたい、なんか この格好してみたいなーって。最近流行ってる、終わっちゃったけど、推しの子の星野愛ちゃんのコスプレ。なるほど、なるほど。みんなね、踊り子のみんな好きやね。ぜひ、これハロウィンイベントもこの10年ぐらいで本当に定着したので、またね、皆さんも楽しんでください。ということで、2回目踊らせていただきたいと思うんですが、またまた時間大丈夫ですか？時間大丈夫ですか？
日のね、ABC 柴さんダーもいらっしゃいますのでね。ということで、もう一回、元気いっぱい踊らせていただきたいと思いますので、青木先生、よろしくお願いいたします。さて、広めでハロウィン、孫悟空たちを待ち受けますものは、
ですね、エイス滋賀天然さんが踊っていただきますので、ぜひお楽しみください。ということで、考え中以上です。ありがとうございました。はい、帰るよ、帰るよ、はい、帰るよ。先ほど言いました、この後ですね、恵比寿しばれ天然さんが、踊っていただきますので、マイクを渡したいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうぞ入ってください。お願いします。はい、入ります。